登場であります。すでにリング上には花束を持った大勢のファンが両選手に花束をプレゼントする体制を整えております。さあ今中野圭子選手であります赤コーナーからゆっくりとリングに上がってまいりました。試合に先立ちまして、フジテレビの様ファンの方より両選手並びにレフリーに花束が贈られます。フジテレビそしてファンの方からレフリー並びに両選手に対しまして花束が贈られております。まあ、どうしても地元出身ということがありまして花束は大体小倉弓選手の方に集中しちゃいましたけどね。なんかやっぱ寂しいですね。これそうでしょうね、まあ一つ中野圭子選手はね、埼玉県川口の出身なんですけども、今日はよしと闘志を一つね大いに燃やしてもらいたいと思います。さて、宮本さん、はい、この中野小倉選手は、新人王戦の再現ということになりますね。そうですね、はい、昨年の11ラウンド新人王戦、ね、まあ、あの時は中野選手が勝ったんですけど ね、 今コミッショナー宣言がリング上行われております。上田真嗣コミッショナーであります。まあ、もっとも小倉由美選手はちょうど新人王を戦う時に腰を痛めてましてね、そうですね、コンディションが非常に悪くて、まあ、関係者の見るところ、やはり腰の調子が良かったら、決して中野には負けなかったろうとこういうふうに、ね、言われてるんですけども、そうですね、はい、まあ、だから4ヶ月経ってますからね。しかし中野も力をつけましたからね。そうですね。リングアナウンサー加藤一世、まず選手の紹介であります。昭和43年1月8日生まれという中野圭子選手、今紹介されました。黒いガウンを脱いでおります。赤コーナー140パウンド、小倉由美。試合に入った選手の紹介で、昭和42年の9月2日生まれ16歳の小倉由美圭子が脱いでおります。さすが地元桐生市民体育館、テープが派手に飛んでます。さあしかしこういった地元でのプレッシャーというのは過去ねいくつか勝敗を左右してますんでね。そうですね、いい方に行けばいいんですけどもね。大体どうなんですか、やっぱり結構プレッシャーになっちゃうケースが多いんですか。結果がねどうも良くないみたいですよ、今まで見てますと。なんか指も怪我してるみたいですね。そうなんですよ、3日前ねちょっと突き指をしまして、決して体調が良くありません。まあこれからレフリーをやるジミー加山なんですけども、小倉由美という選手は何かちょっとねついてないというか、大きな試合の前になると必ずねどっかを痛めるんだってことを言ってましたですね。かわいそうだな。はい、まあ、しかし本人は大したことはないと言っております。今日は念願のジュニア選手権王座決定戦であります。今改めてですね、小倉由美選手地元桐生の出身であることが紹介されました。さあ今リング上足を交わしまして試合開始であります。この試合は20分一本勝負で争われます。さあ宮本さん、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、まあ、先ほども触れましたけども、はい、新人王戦から4ヶ月経ってですね、まあ、両者がどれだけ成長ぶりを遂げているかですよね。はいはい、まあ、小倉選手は地元でねやはり今のテープを見ても分かりますようにね、あれだけの声援を受けるともう確かにプレッシャーがあると思うんですよね。ありましょうね。しかしなんか動きはいいですね。新人の時からね、鈴木さんこれだけ伸びた選手はいないと言われてるんですよ。あ、そうですか。僕は初めて見るんですけど。そうかも分かりませんね。はい、はい、なかなかいいですね。体は小さいんですけどもね、抜群の運動神経を持っております小倉由美選手。まあオーディションの時には松永隆史社長に言わせますとね、身長が足りないんでね、もともと着て、まあ、いっぱいいっぱいと言いますか、むしろ足りなかったんですけども、骨格を見てねこの子はきっと強くなるだろうと、格闘技に向いてるだろうと、そういうことで入ったんでしょ。力がありましたよね。そうですよ ね。小早川さん、今日は小倉由美選手、はい、地元のね、まあ選手ということで大変でしょう。そうですね、はい、まあ特にですね応援団の方としましてはね、桐生市立東中学校の時代のですね、はいはい、同級生の皆さん、それからですね、後輩の皆さん大勢来ています。親戚の皆さんもね随分来てらっしゃるんですよ。なるほどね。ちょっと私のすぐ後ろの方にですね、ほうほう、お父さんとお母さんがいらっしゃいますんで。そうですか、はい、ちょっとお邪魔してみます。そうですね、はい、試合の前に会われたそうですね。何か言ってました。
方に、あの昨日の試合で怪我をしちゃってなんてね、今日はタイトルなのになんてね言ってたんですよね。だからでも本人はねもうケロッとしてて大丈夫大丈夫なんてね言ってるんですよね。さあお父さんですね、あの新人王の時にあの中野選手に負けましたね。相当本人も悔しかったんじゃないでしょうかね。そうですね、やっぱり体調が十分じゃなかったからじゃなかったと思うんですよね。さあこの立ち上がりを見ましてね、今日はどうですか、勝てそうですか。そうですね、まあ、今日は記録は充実してるからいいんじゃないかと思うんですけどね。はい、塩野さん、はい、小倉選手のお父さんとお母さんでしたが ね、かなりあの落ち着いてらっしゃいますよ。はいはいはい、このジュニア選手権王座決定戦は20分1本勝負になっております。さあドロップキックでいった、今度はレッグドロップ失敗であります。さあここは小倉由美の大きなチャンスであります。ロープに振っている、さあどう持っていきますか。今あの今2アタックですね、2アタックですね、2パットの技だったんですが2発目は綺麗に入っております。さあどうか上から行きました、これはちょっと早いんじゃないでしょう、あーっとどうかどうか、懸命に無事してこらえました中野恵子。ようやくですね中野恵子の額にねちょっと汗が光ってまいりました。さあ、これは空振りだね、ヒットドロップ行きました。しかしこれは完全に空振り、小倉由美であります。さあ中野のまた逆襲だ、ドロップキックお腹に入った、今のは苦しかったでしょう。今のは ねいやー、お腹にですねカウンターで入っている、またいった、ドロップキック、いやー、あのお腹ってのは非常に応えるんですよね。そうでしょうね、一番応えますよね。はい、塩野さん、はいはい、中野選手ですがね、やはり試合前にね、今日は絶対ドロップキック主体とした攻撃でね、攻めたいと言ってたんですよ。あ、そうですか。それからですね、やっぱり自分の敵はですね、小倉由美選手の地元であるというそのプレッシャー、それからですね、新人王の時にですね負けたという悔しさ、これをが小倉選手をね大きくしたはずだから、それが怖いというふうに言ってましたね。あ、なるほどね、はい、それからですね、はい、目元の方なんですがね、ちょっとこれまではですね厳しさが足りなかったんですね、そこで長代選手に言われましてね、化粧法を変えたせいもありましてね、今日ちょっと厳しさが感じられます。あ、そうですか。さあカウントが続けられております、大丈夫か。しかし小倉由美選手顔面が蒼白になっております。今日のドロップキックが効いている。さあカウント A 陣でようやく入ってまいりました。ちょっと満員の桐生市民体育館、お客様ファンが心配でした。吉さんね、こういったあの格闘技では相手のウィークポイントがもう遠慮なく狙っちゃうんですね。あ、いいんですか。いいんです、いいんですもう。はい、じゃあもう怪我はしない方がいいんですよね。ですから普通はああいう風に例えば目立つようにしないでね、隠してる選手も多いんですよね。なるほどね、はい、サポーターをはめたりするとバレちゃいますでしょう。そうですね、そこ狙われますからね、集中的にね。しかし今日私も中指見せてもらったんですけども、大きくあの関節が膨れ上がってますんでね、 あれやはり、テーピングしないで出るっていうのはちょっと無理だったかもわかりませんね。体当たりボディアタックいきました。さあ80キロ強烈なボディアタックがあります。もう一発いった、バチーンという音がしてます。いやー、鈴木さんすごいですね。いやー、思わずはい、そうなんですよ、今度は高いところを押されました。内容を打っております、腹部を打っております。ちょっと苦しくなった。さあ今度は後ろに押された回転エビが目のカウントを押し入りました。鮮やか鮮やか回転エビ型で逆転勝利決まりました。苦しかった小倉由美、鮮やかでした、輪をかかって終わりました。体勢が分かった小倉由美、鮮やかに逆転勝ち。しかも地元桐生市民体育館満員のお客様、やりましたですね。そうですね、はい、中野選手がショルダースルーにねちょうどいいところだったんですけどね、うまく丸め込めましたよね。そうでしたね、まあ、相手が大きいんでね、果たして回転指固めが決まるかどうかだったんですけども、見事にしっかりとね、自分の中に引っ込んでましたもんね。まあ、中野選手も相手のダメージが上がってましたからね、はいはい、ちょっと油断があったんですね。まあ、回転指固め泣いてますよ。ああ、そうですね、でももう悔しいでしょうけど、相手の手を上げてあげるところなんで、はい、いいですね。そうですよね、胸が熱くなりますね、はい、いや女子プロレス特にジュニアオーダー選手権というのはね、勝ってなき負けてなきというね、いつもタイトルマッチであります。初めて、ね、見せていただいたから、もう小倉さんってのすごい不利だったのかなと思いました。決まっちゃうんですね。はい、今認定証が授与されてますけどもね、はい、
リテレビからトロフィーが、そして賞が贈られました。